い、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。はい、今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。今回は右足からスタート、横からシャッフルして、プルバック、プルバックヒール。これを2回続けます。3回目も、ここまではプルバック入るんですけど、ここからフラップ連続で、最後、ヒールが入って、ストップ、体重乗らない。ここまで、ゆっくりやってみましょう。タタタタセ。ここから5円だよ、ここまでね、ゆっくりと速いところあるので、ちょっと気をつけながら頭からゆっくり。行きましょう。タタタタせーの。これを一緒にやってみましょう。タタタタせーの。最後回って、これが2ですね。そう、2の後、スカフ、ヒール。2 and 3 and 4。ヒール2つ入ります。4からクリックして、カードぶつけて、入れ替える。で、終わった足から体重乗せないで真ん中にいて、また反対をクリックして入れ替える。これが大きくなるんですけど、2 and 3 and 4。ヒール2回でワンします。ここまでゆっくりいきますね。2 and 3 and 4 5 and 6 7 8 4 1。この番からパドルのダブル、エンダイヤ2エンダイヤ3エンダイヤ4エンダイヤ5 and 6 and 1。エンダイヤ2エンダイヤ3エンダイヤ4エンダイヤ5 and 6 and。 ボールチェンジでできたら、ウィング、右左。トントン、タララッタ。難しい人はまだね、プルバックとかでも構わないし、なんかそこをトントン、タララッタって音で変えてもらえたらいいかなと思います。スリーズ目から続けましょう。タッタ、せーの。ワン、ツー、スリー、フォー。頭から通してやってみましょう。タタタタせー。
ですね。なかなか、ね、やったことない人はね、プルバックとか構いませんし、ボールチェンジとか構いません。自分のできるところで全体の流れをね、通して踊れるようにやってみてください。それではメトロノームに合わせてやってみましょう。右足から、はい、スイッ、スイッ。ご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。